こんなもんゲームでピコピコやってるだけだからスポーツじゃないっていう論もある。まあでも一方でこの e スポーツでのアスリートたちってやってることってまあ何らこうフィジカルのスポーツ選手とは変わらないことをやってるので、総合格闘技をやめた理由は単純にチャンピオンになれたからです。やりきったっていうのが自分の中であったんで、結構若くして引退したんですけど、ずっとやっぱ僕 e スポーツ追いかけてきてるんで、どんどん規模が大きくなってるの見てたんで、僕前から本気でやったら誰よりも強くなれるって自信を勝手に持ってて、で今そこでしのぎを削って今毎日頑張れてるんで、まずは格闘技と格闘ゲームを両方制覇した唯一の男になりたくて、で何でもそうなんですけど、一番レベルの高いところでやりたいと思ってて、格闘ゲームで一番ストリートファイターが人口多くて人気があるんで、そこでチャンピオンを目指したいなと思って選びました。今の5でチャンピオンになろうと思う、チャンピオンになれるっていうところの山は非常に険しくなったなと思ってます。とやはりそこの鍛錬というかトレーニングであったりとかっていうところは、まあ、非常にハードにこなす人っていうのがやはりプロゲーマーのプロっていうところの部分では残っていく人たちになるんではないかなとは思っています。格闘技の時にすごい当て感があるって言われてたんですけど、それ優れてたと思うんですけど、格闘ゲームもなんかそういう勝負感みたいな当たるんですよね。気持ちを持っていったら勝負ごとに勝てるかとかも分かってる、ある程度分かってるつもりですし、もう前のラウンドのこととか、例えば前回の敗戦のこととか一切考えず、今ここだけに集中しろって、それをいつも言い聞かせてますね、はい、格闘技と一緒で強さを追求するのに終わりがないんですよね。もちろん難しいことと思うんですけど、だからこそでもやりがいがあるし、一人でも多くの人にジョビンって名前覚えてもらえたらなと思いますか、世界の。